メイ、どうして死を覚悟したみたいなオーラを出してるの？図星って顔しないで、心配しちゃうじゃない。君は新世代の来訪者、新たな希望とつながって。私に服従しなさい。シドリ、バッカン！あなたも私との出会いを楽しみにしてるのよね。わかってるわ。解き放て！強風よ、私に服従しなさい。君の整備を行いたいけど、霊兵器は全くわからないんだ。支配の鍵？はあ、開発者という肩書きを辞退。Thank you.
基本的な礼儀。私に服従しなさい。何か気になる品物があったら。私に服従しなさい。剣が僕の武器となったのは、私に服従しなさい。なるべく君を見るようにする。
私に服従しなさい。一刀両断。お財布と相談してちゃんと選ぶよ。葉が落ちて、ね。私に服従しなさい。私に服従しなさい。シノリ、バトン。進む道に。
私に服従しなさい。シドリ、バッコン。燃やし尽くせ、死ぬまで。恐怖に私に服従しなさい。一刀両断。ずっと成功をキープすることにコツ。お前の怒りを解き放て。僕はメビウスとは違う。私に服従しなさい。猫、
私に服従しなさい。私に服従しなさい。新たな転送ポイント、確かに見たことのないエリアだわ。ここがかつて千号が最終試練を務めた時の場所、指針の書の一部。確かに予想外の収穫とは言えるけど、戦闘を全てだと思っていた英傑、全文明で最も強い戦士の一人、もし私たちの間に差が存在するなら、これはそれを見極めるチャンスでもあるわ。遅い、リツ。ウォーミングアップにもっと何せ、あなたは新しい時代のリツ社と戦って。ほう。その茶番はいつまで続くんだ。リツ社、周りは俺のことを狂ってると思ってるかもしれないが、愚かだと考えた奴は誰もいないぞ。お前に何の目的があるのかなど、俺は気にしない。今。お前がずっと行きたいと思っていた指針の書はここにある。お前は欲しいものを手に入れた。そろそろ代価を支払う時だ。ええ、あなたの欲しいものは知ってる。あなたがこの瞬間を待ってたことも知ってるわ。この怒りの炎は長い間静まったまま、長すぎたんだ。それを見たいというのなら背負ってみるといい。お前の最大限の力でな。無駄話はいらない、来い。内だろうが外だろうが、会う者は殺すのみ。全てを殺し尽くせ。許しを請うがいい、リツシャ。許さないがな。リツシャを相手にしてそれを言うのは少し早いと思う。お前にそのもういい、リツシャ。お前には失望した。刻印を。